実績をアンロック。幸せの表現できんやないか。できんやないか。幸せの表現をさせろよ。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。やっていきたいと思いますはいいんだけど。あ、一応ここになんかあれなんか、タスクがあるんか。友達の友達とは。君は非常に社交的だから指定数の友達を作るのは難しいことじゃない。これどうやって友達作るの？え、どうやって友達作るのこれ。ちょ、いまいちわかんないんだけど。友達の作り方がわかんないんだけど。ちょ、待って。怖い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 。怖い。これは、今何時なの？なんかここめっちゃ立っていきよるやん。やば。学習。学習。これ友達と遊びに行ったりとかっていうのはあるの？遊びに行くの？ね。なかなか。なんかこの部屋にばっかりおるやん、この子。この部屋にばっかりいるんだけど、それは、新しいゲーム動画。買い物に行く。新しいゲーム動画。で、とりあえずこれ2本あげた、ん？こっちか。こっちを2本あげたけん、次これを。これを。あ、違う。こっち。お！このゲームはトレンドになってる。このゲームを買うつもりなら今で、あ、こういうのも全部買いとんやね。あ、なるほど。こっちは？これ何？あ、これ下がりよりやん。このゲームはもうトレンドじゃない。他のゲームにするべきだ。それとも自分ならこのゲームに人気を取り戻せると思ってる？それを当てなけたら大成功。あ、すごい、そういうのあるんや。でもそれは売れてからにした方がいいんじゃないかな。最初はやっぱりね、こう、売れてるやつをやっていった方がいいんじゃなかろうかと思うけど。あ、友達とかできたらそのうちコラボとかもできるようになるってことだよね。いろいろ。攻略。レビュー。いろいろある。今はゲームプレイしかできんけど。今はね。しょうがないさ。はい。やっていきましょう。なるほど。今のトレンドなのだね、これが。はい、撮影開始。手を振って挨拶。あ、ちょっと余裕が出てきたんじゃない？はい、どうも、的な感じやろ。ヒント付きのロード画面。あ、なるほど、そこでは、笑えるコメントしとこうか。多分、うちの動画ではヒント付きのロード画面って基本的にカットされる気がするけど、イースターエッグ発見、どういうゲームかがわからない。どういうゲームかがわからないけれど。まあ、とりあえず、入れていきますかね。で、ここは一体何をするのかが全く、あ、エフェクトがつけれるんか。なるほど。そういうことね。あ、ってことは、ちょ、待って。一旦戻して、ここにじゃあタイトルを入れればいいってこと？タイトル入れて、最初のこの、これ何？挨拶？これ挨拶かな？多分、そうだと思われるんだけど、ソフトフォーカスって何？あ、なんか入った。なんか入った。あ、じゃあとりあえずこれをやっておこうか。あとのわかんないからこれでいいや。あんなのあるの初めて知ったんだけど。なるほど。あ、なんか新レベルになったよ。お、スコア7、新記録。これスコアは一体何点満点なの？ 100 点満点で7やったらしょぼすぎると思うけど。10点満点かなんかかな？関心68、ゲーム機54、ゲーム75。要はゲーム機自体じゃなくてゲームに関心があるってことなんかな？この見方がよくわからんのよね。はい、動画を公開します。空腹の時は動画の作成といいアイデアを思いつくことが難しくなる。さらに全ての行動が中断されてしまう可能性もある。なんかさ、あれ結構、その動画のプレイしてる時に色々とこう項目が出てきて選びよったけど、あれは早く選んだらもっといろんなのが出てくるってことかな。最後なんか出てきたけど、選ぶ暇なく終わってしまったやんか。食べる。親の家に住んでいる時にいいことは食べ物が無料なことだね。キッチンに行って何かを食べるだけでいい。自分の部屋のドアを左クリックして食べるをクリックしよう。あ、なるほど。食べる。あ、そこにおったんや。全然見えてなかったけど。これなんなんやろ。
あれ、クリックできない。クリックできない。あ、これ？これ空腹度。あ、で、これが眠いってことかな。これは？ 8 時間起きとるってこと？疲労睡眠は誰にとっても必要。あなたが今週たくさん授業サボったって学校が電話してきたわ。コンピューターから離れて勉強しなさい。え？サボったつもりはないんですが。そうなのね。サボっちゃったのね。これはね、新しいカード獲得したリアクションカード選ぼう。クールの挨拶。クールの挨拶ゲットした。なるほど。ふんふんふん。え、でもフレンドリーな挨拶の方が良くない？まあ、でもいろんなキャラの人がおるけん、そういう感じなんかな。これなんか7に減ったんやけど、なんなんやろ。あ、こっちか、起きとる時間は。18時間起きとるってこと？そろそろ寝た方がいいかな。これなんなんやろ。あ、なんか。え、増えよる、増えよる。あ、要は満タンってこと？いまいちよくわからないぞ。あ、もう85人まで行ったんや、登録者。あ、宣伝、何宣伝できるよ。話を広めるハッシュタグ参照リンク。あ、一応今これだけしかできんのかな。話を広める。で、友達を増やしたいんけど、どうやって友達増えるん？着替える。新しいゲーム動画。ゲーム機買い物に行く。どうなんやろ、これゲーム機とか買えるんかな？ちょ、待ってね。これは何やった？あ、これなんでもない。なんかいろいろとこう見ていかんとよく、あ、これ友達って書いとる。友達おるやん。この子可愛いかもしれない。これで話すんかな？チャットかーい。チャットかそこ。なるほど。これさ、そこの部分が見たいんやけど、どうやったらアップにできるんだ？あ、これ今話してるの？話してるということなの？友達。何？チャット終わった？あ、これ結果を表示。うわっと見えなくなったよ。あ、何？親愛なる愛のあなたの登録者が100人到達したことで YouTube に歓迎したいと考えて、このメールを送信して、あ、何？送信しています。宣伝に投資したり、オンラインストアで使えるこの15ドルのギフトカードをお受け取りください。当プラットフォームでコンテンツの作成を続けてください。幸運祈ります。お !100 人いってないけど何？ 3 人減ったよ。え、待って、3人減っとるって。え、なんか、ね、現実にもあるあるな感じだけど。あるあるな感じだけど。つら。これ何？超ハッピー。いや、気分ね。再生数、登録者数3人減ってるから。え、つらー。つらー。ちょっと待って、学習しよう。これ仕事するってなんなんやろ。ちょっと帰ってきたらそれやってみよっか。あ、オンラインチャットもクリア。友達の友達はいつ紹介してもらえるの？いつ紹介してもらえるの？てこれ何？仕事しよるってか、YouTube に動画投稿しよる間しか増えんのこれ。そんなことないやろ。一日の一年もっと変動あるやろ。これ何？通知。通知ゼロ。寂しい。超絶寂しい。なるほどね。仕事は仕事。あ、こういう、あ、そっか、こういうやつか。なるほどね。なるほどね。これで稼げると、靴磨き、車、なんか靴磨きします靴磨きしに行きます。ちょっとお小遣い稼ぎ程度にね。これちゃんと学校行っとるよね。なんか日付変わったけど。日付変わったけん学習しに行った方がいいんかな。ここの日付見寄った方がいいよね、多分。なんか学校サボったとか言われるし。サボったつもりないのに。辛いよ。はい、1月19日。ここでちょっと買い物しますか。ここ別の部屋とか行けんのかな？ここで、これゲーム？あ、なんかいろいろあるけど、これ買えないな。まだ買えないな。ね、お金が足りてない。ここは、あ、ここはそっか、ゲームソフトか。あ、で、これ上り調子のやつ、こことかで見えるわけやね。ふん。なるほど。ここで星の多いやつを買えばいいんだけど、あ、あとあれか。
こうやっぱり発売された日付ってことやろ、これ。やっぱ最新のものの方がいい。これや、え、これはさ、買っとるやつもここに。あ、これ所有ゲーム機か。所有ゲーム機以外がいいんやけど。よし、これ所有してるやつ？あ、これ購入、あ、購入済み。な、急に変わったよ。じゃ、これ購入していく？ 1 月2日。お、まもなく閉じよう。うわー！ふぅ！タスク完了。あ、なるほどね、これね。友達の友達紹介してよ。めっちゃ日付進んでますけど、寝てないよ。あ、届いた。ね、これ何？このマークが私いまいち理解できてないけんさ、なんかわからんねえけど、なんか満タンになっとったね、あの子。実際に山でこの関係を先に進めたくない。だから、君のことは好きだけど、何の話やねん。しかも多分、漢字の変換が違う。ただのオンライン友達ってこと？ネット上の友達ってこと？そういうことか。何？実際の友達はいないの？え、実際の友達とかいないの？この子。じゃ、悲しい、悲しいよ。それはね、ネット上の友達も大事だけども。これはレビューが100集まってるってことか？そういうことなんかな。ゲームプレイ。さあやっていき、あ、これアップグレードできるんやない？え、できるんかな？私さっきお金使ってしまったけど。え、じゃあとりあえず、マイクの質を変えてみたりとか。え、これは何？これ、選べるわけではないの？アップグレード。なんかわからんけど、アップグレード。あ、なるほど、ここでってことか。あ、そういうことね。え、じゃあどうしよっかな。どうしよっかな。とりあえずなんかマイクをいいのにした方がいいんかな。星二つ。今これ星一つってことやろう？ね、これマイクよくしよう。で、ちょっとお金が微妙な感じやけん。これで。結局あれゲーム。はい。ゲームプレイ。動画開始。はい、OK です。これまだ届いてないもんね。マイク。まだ届いてないもんね。こうなんか時間の概念がよくわからん。手を振って挨拶。はい。これ、な、ん、ちょっとマークの意味がよくわからん。ゲームのイントロシーン。イントロシーンは、真剣なコメント。これ選べんの？一回選んだら選べんとかそういうこと？実績をアンロック。幸せの表現できんやないか。できんやないか。幸せの表現をさせろよ。ソフトフォーカスとか色の度合いとかが全くわからんねよね。はい、挨拶、タイトル、そして、ソフトフォーカス入れてく？ちょっとよくわからんけど、え、これカメラの映り具合ってこと？イントロシーン入れてく。これでいいかな。はい、これで、よろしいかな。あ、関心高っ。あ、10じゃなかった、ここ満点。ってことはやっぱ100とかかな。え、つらー、さっきまで7やったのに。やばい。はい、動画公開します。やっぱ新作は、なんでしょう。お勉強ですか。お勉強ですね。はい、すいません。はい、開く。おー、これで新しくなったということか。あー、はい、疲れてる。睡眠しましょうね。ちゃんと睡眠しましょうね。これで、うわ。え、なに、どんだけ寝るの？お、コメント。おー、なんかいっぱいコメントつきよる。嬉しいんやけど。嬉しいんやけど、なんか。いや、怖い。怖い。低評価のコメント怖い。なるほどね。でも高評価の方が上回ってるからいいの。いいの。疲れてるみたいなね。だね。眠り。あ、やっぱりそういうの現れるんよね。今まで遊んだゲームで一番面白い。でもまああれなんよね。とりあえずは、この人自身というよりは、ゲームに注目が集まっとる感じの。ここからだ。ここからだよ。
そう。ご飯食べよう。お腹空いとるやろ。宣伝もしておきますか。宣伝。とりあえずはね、はい。こう、口頭で、口づてに。口づてに、146人になっとる。嬉しい。ここは、登録者、再生数。あ、この動画での登録者ってこと？あ、すごい。この動画だけで100、うわー、なんか、めっちゃ増えていきよりやん。めっちゃ増えていきよりやん。嬉しいやつ。ちょ、勉強もした方がいいね。勉強もした方がいいね。どういう状況なんかいまいちよくわからんのよね。はい、今勉強中かな？あ、300超えた。どんどん更新されてく。どんどん更新されてく。このマークは一体何なんかな？この人だけなんか顔のマークが違う。この人は？誰？何？ちょっとわからないんだけど、これ何なんやろ？ 50 分の22。なんて書いてんの？これは人の名前か、普通に。友達の友達はなんか、あれかな？横のプラスのところかな？これでなんか友達紹介してみたいな。ある？これ通知。これカレンダーやろ？で、とりあえず、これはいつになったらお金を振り込まれる感じなんやろ？はい、ここで。ちょっと待って。たーな。画面が見づらい。あー、なに？レベルアップ。お見事、才能ポイントを一つ獲得した。奇数のレベルになると、ポイントを一つ獲得して、さらに技術を上げ、新しい試練の動画が発見できます。才能ポイントを割り当てよう。才能ポイント。まあ、スキルの振り分けってこと？お、アンロックしたアイテム。新規の才能ポイント。最大電球数が増加。PC ワールド。コンピューター用の新しいウィジェットを一つアンロック。新しいカード。で、なんかショップがいろいろと開きましたと。いいね、いいね。いいね、いいね。で、ここ？あ、スキルの振り分け。なるほど。これは何なの？カジュアル。横スクロール、レース、スポーツ、サンドボックス、ソーシャルゲームで 10% 高評価を獲得。おー、すごい。第一印象、初めてゲームをプレイするときを撮影して視聴者にゲームを体験してもらおう。発売したばかりのゲームの初プレイを撮影することで興味を引こう。そうじゃないと感謝は失われてしまう。まあ、確かにね、こう、発売されてすぐのやつとかっていうのは結構大事な感じするよね。こっちは？まあ、アップグレードはできない。話を広める。いいね。いいっすね。こんな感じです。ほい、ということって、あれ、もうちょっとで400人やねん。まあ、実際でもこんだけうまくいけば、いいと思うけど、いいと思うけど、そう甘くないのが現実だと、私は思うよ。ほい、ということって、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。じゃああれだな、友達の友達を紹介してもらいたいな。まだ全員の友達と話してないんだけどね。とりあえず全員と話してからかな。